皆さんこんにちは。今日はプラネットコースターをやっていきたいなと思います。サムネイルにもあった通り、今日は広場を作っていこうかなと思います。で、その広場は普通の道の作り方ではちょっとできないので、まあ、そこら辺も説明しつつ、やっていきたいなと思います。はい、それではサンドボックスで、今日は場所はアルプスでいきましょうか。はい、名前はこのままでいきます。はい、スタート。まあ、これでサラチが出来上がりました。はい、こちらがアルプスになりますが、あ、ここ入り口、あれですね、斜めからのアングル。アングルというか、斜めから入る感じですね。うん。で、ちょっと合わせまして、はい。まあ、とりあえず今日は広場を作ることが目的なので、まあ、あんまりフィールドは、位置とかは気にせずにやっていきたいなと思います。はい。とりあえず真上からのアングルでしっかりと一度合わせます。で、オープニングにも見せました。あの、広場を作りたいなと思いますので、まずは地形を削ります。はい。で、二つ削るのありますけども、今回は、このスカルファングの削るを選択します。で、大きさのサイズはマックス、にしてあります。で、場所は大体まあ、ここら辺でいいかな。どうしようか。ちょっと先に歩道を引いて、ここ、手前だと結構狭いんで、ちょっと先に歩道でまっすぐ上まで行きましょうか。はい。適当に、歩道を作りまして、はい。で、地形を選ぶと。はい。で、ここで選んだ状態で、左クリックを押すと、キューッと凹みます。はい。これ押しっぱなしで OK です。あ、やっぱり道あるところはあれなんだね。削られないんだな。はい、まだまだ削ります。あ、別に浅くてもいいんですけど、まあ、今回はちょっと気持ちよく深めに掘りました。はい、綺麗に掘れましたね。で、ここに水を入れていきたいなと思います。で、水も4種類ありますけど、今回は、まあ、たまり水とか汚い水とか波のある水とかありますが、今回一番左の、水を入れます。はい。これが一番綺麗なね、水ですね。はい。で、普通にクリックをしても入れれません。壁際に沿っていくと青色の線ができますので、まあ、ここまで入れますよという感じが表示されます。なので、一番下で入れるとこんな感じ。で、またさらに上に入れることができます。まあ、一番上に入れるとこんな感じですね。はい。まあ、これで池が出来上がりました。まあ波があってもいいかなと思うんですけど、まあ波が出る要素がここにはないので、まあとりあえず今回は池という感じにしておきましょう。で、こっから道を、あ、できないな。道ができない。なるほど。なら一度、この道を削りますか。はい。はい。削って。で、ここをもう一度削りたいんですけど、もう削っちゃってるから、今回は、どうしようか。地形から行こうか。はい、地形の、これ削れないよね。あ、無理だね。なんか、うまいこといかない。だから、こっちの上のプッシュで行こうか。削る感じで。はい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 。はい。っていう感じで、ちょっとうまいこと削りました。で、もう一度これでやれば、はい。橋になってくれますね、勝手に。OK。うん。で、このままちょっとつなげていきたいんですけど、色はちょっとね、待ってください。同じ色にしましょうか。はい。もうちょっと奥まで行きましょうかね。どうしようか。ちょっとね、考えながら作ってるんで、ちょっと時間かかりますけど。はい、繋ぎましょう。はい。はい。はい。で、ここまで行ったら、次広場にしたいので、このままじゃダメです。で、この右下のグリッドを選択っていうのを押します。で、これをすることで、まあ、隣に並べた道も、一本一本、
しっかり分別されて並ぶわけじゃなくて、すべて繋がった道となります。まあ、ちょっとこれね、これを知らないと広場なんて絶対作れないので、ぜひね、ここのグリッドを選択っていうところを、押してください。で、道を一回クリックした状態から、まあ、好きなように広げていくと。で、勝手にこのグリッドラインも広がりますので、はい、こうやって自由に広げていくと。はい、このような感じになりました。はい、本来だとね、こういう風にぴったりくっつかないんですけど、まあ、グリッドを選択した状態でやると、こういう風にひっつけることができます。まあ、一応広場の説明で言うとここで終わりなんですけど、まあ、これじゃちょっと面白くないので、まあ、ここから少し自分なりのアレンジも加えて、覚えたての技も使いながら、技というか使いながらやってきたなと思います。はい。まずは検索で噴水と検索しました。で、この噴水も何種類かありまして、まあ、今回は、どれにしようかな。海賊の噴水土台。これでいいかな。それとも海賊の噴水土台ドクロありますね。これなんだろう、ドクロ。わかりづら。こっちにしようか。はい。これを設置します。うん。まあ、せっかくなので真ん中ら辺に置きたいですね。で、これ奥行きとかもあるので、普通に平面から見てると全然違う場所に置く可能性もありますので、やっぱ真上から見たり、横から見たり、いろいろちょっと試行錯誤しながら設置をしていかないとダメと。で、今は高さは合ってるので、とりあえず、左右の位置だけを確認しながら設置しようかなと思います。はい、設置しました。いいですね。まあ、いいか悪いかわからないですけど、西日が眩しい。はい。で、続いて、次はと、まあ、実際に噴水を設置していこうかなと思います。で、噴水も何種類かあるんですけど、まあ、今回はこの今選択されているものを使います。まあ、これが一番スタンダードなやつかなと思います。はい、適当な位置に設置と。で、この状態で、うん。選択して、根元はどれだ？あのリンゴみたいなやつか。はい、これですね。で、トリガーはそのままなしにして、ループのままにしておきます。そしたらずっと永続的に出るようになります。はい。まあ、何秒ごとに噴水を出すとかっていう機能もありますけど、まあ、今回はずっと出しておきましょうか。はい。まあ、ずっと出してるとちょっと重くなる、どんどんね、街を作っていくと重くなるパターンもあるんですけど、まあ、今回は広場だけなので、まあ、ずっと出しておきましょうか。うん。で、これを複製して数を増やしていきます。まあ、増やす目的はちょっとこの次にわかります。ちょっと一つの噴水だと、無理だろう、物理的に無理だろうっていうね、絵になりますので、ちょっとね、はい、全部で5つ設置しました。結構ゴージャスな噴水、バッチャバチャに飛び出る噴水になったかな？はい、なりましたね。うん。で、次に噴水の上に置くアイテムを選択しましたが、まあ、今回これ地球を選びました。まあ、地球を例えばね、この上にキュッと置くと、まあちょっとディズニーシーみたいな感じになるのかな。でっか！ちょっとサイズ大きくない？この地球。噴水がちっちゃいだけ？いやでもでかいよね、この地球明らか。で、今回は、こちらを使わず、バックトゥーザフューチャーの、拡張パックの中に入っているアイテムを使おうと思います。で、それが、このバックトゥーザフューチャーの定番の車になります。はい。こちら、高さを変えていきます。ちょっとね、はい。これ、斜めな感じで、置いてみました。で、続いて、ただ置くだけじゃ面白くないので、ちょっとね、マフラーの方から火花が出るような感じにしたいですね。ということで、このアイテムを使って、バックファイアを作っていきたいなと思います。はい。まあ、位置が難しい。はい、とりあえず大体の位置で設置します。はい。これでいいか。よいしょ。はい、着きました。で、もう一個つけるのではなくて、一旦、
これね、まず片方だけをちょっと調整します。はい、高度な調整で、これで高さや回転もできますので、回転させて炎の向きを変えます。あ、もうちょっと下ですね。あ、いい感じ、いい感じ。はい、 OK です。で、この状態から複製した方が圧倒的に早いですよね。また同じことするよりも、これを複製すれば、よいしょ。はい、すぐに同じ向きで取り付けることができますので、簡単と。はい、あとは、まぁ、ちょっと定期的にバックファイヤーに合わせて、プラズマとかもね、バックトゥザフューチャーなので、適用したいなと思います。まぁ、こういったアイテムですけど、これをボディに埋め込むと。はい、で、この状態だと丸見えなので、ちょっと向きを変えつつ、はい、置く向きも後ろの方にバックファイヤーが出るように、プラズマが出るようにして、で、さらには平行移動で奥に持ってきます。逆逆逆ね。はい、ボディに埋め込みます。これで見えなくなりますが、まあ一応プラズマは発生するという感じになりました。はい、どうでしょう。いいですね。まあ、こんな感じになりました。まあ、これでただね、車を置くよりも、リアルに見えるんじゃないかなと、思います。まあ、これ人が歩くとなるとね、もう結構ね、危ないんですけどね、やけどする危険性がありますので。はい、続いては、この噴水の周りに石を置いていきたいなと思います。さすがに殺風景なので、まあ、石だけでも置こうかなと思ってちょっと設置してます。まあ、この辺がね、ちょっとまだ経験値が少ないので、おいおい、車の上に置いてるってこれ。全然ね、その、イメージが湧かないんですけど、もうとりあえず、単調な石を、均等にちょっと設置してみました。はい、ちょっとね、位置がね、はい、こんな感じですね。で、続いてはちょっとね、広場に木を設置していきます。なんかこれ木を植えると一気にちょっと SF 感なくなりますよね。木じゃない方が良かったかなと思うんですけど、うん、はい、ちょっと高さの違う木も設置します。よいしょ。はい、これでだいぶ広場っぽいんですけど、真ん中だけは SF と、ちょっと意味のわからない状態になってますね。はい、何を思ったか、さらに木をね、植えていくというね公園にしたいのかって言わんばかりにね、やってます。はい、で、次はベンチでも置こうかということで、ベンチを選んでます。そしてこのベンチは、わざわざ向きを変えなくても、まあ、壁際に寄せれば勝手に向きが合ってくれます。で、道だけでも、道の端とかに合わせると、ちゃんと道沿いに、向きを合わせて設置できるようにもなっております。はい。これで設置 OK ですね。で、あとはどうしようかな。ちょっと噴水の周りにキャラクターでも置こうか。で、せっかくゴーストバスターズの拡張パッド、雲入れましたので、はい、こちらキャラクターを、いいですね。バックトゥザフューチャーとゴーストバスターのコラボでまあ何気に適当に置いてみましょう。はい、こうやってみると、これあれか、公園の方が、広場の方が広すぎる感じかな。はい、最後にちょっとね、他の動画で勉強させていただいた、こちらスクリーンを作成していきたいなと思います。で、これ壁の、お化け屋敷の壁を使ってるんですけど、このアイコン、グリッド線になってるの分かります？で、このグリッドだと作るときに勝手に繋がってくれます。はい、グリッドじゃない真っ白なアイテムの場合はこうやって勝手に繋がらないんですけど、グリッドのあるパーツであればこうやって自動的に繋がってくれます。なので、グリッドを使ってやる方が便利でいいですよね。うん、は
はい、ちょっと高さを高めにして置きます。はい、こんな壁ですね。お化け屋敷の壁、まあ、って言わなければわかんないんだけどね。はい、でとりあえず位置の方をまっすぐにしたいな。まあ、大体でいいか。はい、オッケー。はい、でここに次はスクリーンを入れていきたいんですけど、まあ本当はね、そのままスクリーンをたらポンと置いて設置でもいいんですけど、まあ今回はちょっとね、壁ありのスクリーンっていう感じで作ってみようかなと思ってやってます。はい、このスクリーン大きいっすね。もう少し小さめのスクリーンでいきたいな。はい、4メーター、これまたちっちゃいな。はい、じゃあこれでいきましょう。で向きをまっすぐにとりあえず合わせて、ほらね、合ったように見えて全然合ってないんですよね。難しい。OK、 まあ一旦こんな感じでいいっすか。でこっからこのスクリーンの状態を起こしていきます。でまあどっちが表かわからないんで、とりあえずなんかイラストをね表示させていこうかなと思います。どれがわかるだろう。あ、これにしようか。これだと表意わかりますもんね。はい、でこの状態から向きを変えます。よいしょ、こっちの向きで OK ね。よいしょ、この辺の微調にめちゃくちゃ時間かかるんですよね。はい、で今になって思う、このバックトゥザフューチャーの爆発うるさいわ。じゃあもっと合わせ込みいきましょうか。ちょっと斜めってる感じがしますね、今の感じだと。うん、はい、もう少し合わせましょう。なんかこういったところでね、ほんとちょっとした微調ができるような方法があれば教えてほしいんですけど、なんかコントロールをしながら動かすとかね、そんなのあればいいんですけどね。はい、あとは場所を移動させて高さも合わせると。はい、こんな感じでどうでしょうか。 OK で今画像になってますけども、まあ、これをね動画にすることもできます。よいしょ、はい、動画を選んで、まあ、もともとサンプルもあります。なのでこのサンプルから今日は選んでいきたいなと思います。はい、変わりました。こちら海賊のムービーですね。はい、そろそろ大詰めになってきましたが、これね夜になると結構暗い状態になっちゃって周りが見えないので、こういうスポットライト、動くライトを設置していこうかなと思います。はい、これをやることで、まあ、結構ライブ感というか、うん、真っ暗にならずに明るい状態も保てるので、まあ、こういったのもね、ちょっとテーマパークにはいいのかなと思います。はい、適当にも今回は設置していきます。よいしょ。はい。まあ、本当は見えない場所とかにね、置いた方がいいのかなと思いますけど、まあ、今回はお客さんは特別入れるつもりはないので、はい。はい、設置します。あとなんか明かり欲しいなぁ。着色可能なライト、いや全然見えないな。これもどうだろう、夜にしてみよう。
うん、まあ、実際明かりは出てるけど、やっぱこういったちゃんとした街灯がないとダメですね。うん、じゃあとりあえず街灯も適当に設置して明るさを作っていきましょう。まあ、昼間にはね全く無意味なものになりますけど、夜にはいいんですよねこの街灯。はい、この丸いやつもね結構明るい、いいんですよ。ちょっと噴水の中にも設置しておきましょうか。はい、 OK、 3つ設置しました。さあこれでどうかな。うん、だいぶ明るくなってきました。スクリーンとかにもね今これつけてますけど、はい、最後に下ですね。下につけて終わろうかな。おっとこれは車。はい、よいしょ。はい、まあこんな感じですね。で、もともとこういった絵にするっていうつもりはなかったので、まあ、考えながらリアルタイムで作ってきましたので、まあ、ちょっとね見てみるとダサい部分もたくさんありますけども、まあとりあえず殺風景ではない状態にはなったかなという感じです。うん、はい、そして最後はやっぱりモニターの音をどこから出すかっていうやつなんですけど、まあ、モニターからも聞こえますけども、もっともっとね広い範囲で聞かせたいので、スピーカーとの関連付けをさせます。とりあえずスピーカーを設置しましたけども、これにスピーカーを関連付けていきます。はい、スピーカーの編集を押してスピーカーを選ぶと、で確定と、こうすることで音がスピーカーから出るようになります。はい、はい、選びます。これスクリーンを選んだ時の画面ですね、この今の画面は。で、それでスピーカーの編集を押して指定したり選択したいスピーカーを選ぶという感じとなります。そうすると音がモニターの音がリンクしてスピーカーから出るようになります。はい、これでようやくスクリーンの音がスピーカーから出るようになったので、まあどこの位置に立ってもゴージャスな、音響が楽しめるようにもなるかと思います。はい、まあ、ちょっとね時間帯も変更してみて確認もしてみたいなと思います。はい、一旦夜に変えますね。よいしょ。で、離れると音は小さくなって、近づくと音が大きくなります。はい、ここら辺でも音聞こえますね、だいぶ。これモニターだけだと、スクリーンだけだと全然近づかないと聞こえないんですけど、まあ、スピーカーを置くことで離れていても聞こえる状態にもなるというね、便利ですよね。最後にですけど、まあ、このバックトゥザフューチャーの車ありきで作った噴水ですが、なかなかいい出来栄えだったので、まあちょっとこれは記録しとこうかなと思います。はい、でちょっと今一生懸命やっている最中なんですけど、どうやら選択しようと思ったらモニターも入ってしまって、ちょっとうまいこといかないですね。というわけで、とりあえず一つ一つせっかく作ったんですが消していこうかなと思います。はいはい、ここは選択デリートで消えますよ。はい、消えてきます。ちょっと邪魔なものはすべて消して、よいしょ。はい、この状態でグルーピングしたいものだけ選んでグループ統合します。はい、これで一つのアイテムとなりました。で、そこから保存を押して、はい、新しい設計図の記録をします。で、これね今動いてる映像ですけど、まあアイテムにまず名前をつけますね。はい、なぜつけようか。はい、噴水フューチャーでいきましょう。
まあ、これはもう自分しか見えないんでいいんですけど、はい、説明もとりあえず同じで、で、あとはサムネイルというかね、イラストですけど、アイテムを選択するときに見せるイラストなんですけど、まあ、夜ちゃんと分かりにくいんで、ちょっと昼に変えて、できればこのバックファイヤー出てる状態で保存したいな。できるかな。よいしょ、向きを変えて、タイミング合わねー。ほら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 、来い来い来い、どうよ。あ、ダメだなこれ、爆発でかすぎるわ。まあこれでいいか。はい、 OK で保存しました。で、アイテムを実際開いてみると、今作った登録したものがありますと。で、これを押すと、はい、すぐにこの状態で設置できるようになります。なので、一生懸命作ったアイテムがあれば、やっぱり保存しとくことをお勧めします。また作ろうと思ったらしんどいですからね。はい、ということでね、すぐに複製することもできたり便利です。はい、で、まあこの作ったものをまた 再編集もできますので、まあとりあえずできたとこまで記録っていうのもありかなと思います。はい、はい、というわけで今回は、まあ広場を作るという目的でしたが、まあいろいろと、覚えたての技を使ってみました。まあそれぞれの技は、まあ本当5分ぐらいの時間の動画として、まあ、一つ一つしっかりと説明しながら、もう一度備忘録も込めて、記録していきたいなと思いますので、また見てください。ゼロでした。バイバーイ。